話しても留守だし、面会もダメって言われたから。それならもう大丈夫。今日から部屋移動したのよ。一緒に行きましょう。顔見せてあげて。おばさん、あの翔吾、石田さん、西宮さんも、あの西宮さん、ごめんなさい。またこんな形でご迷惑をおかけして、すみませんでした。やめてください。